どうも皆さん、こんばんは。セルジオでございます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さて、今回はまとめ動画速報的にお届けしていきましょう。富士御殿場蒸留所が50年の節目、50周年記念登場のウイスキーを逃すな特集ということでお届けしていきたいと思います。いやー、今年は日本のウイスキーのビッグイヤーということで大ニュースが入ってまいりました。先日公表されましたニュースリリースの方でキリンビール株式会社からウイスキーに関する発表がありましたね。今回は個人的にもよくイベントを含めていただく好きなブランドでもありますし、期待大でもありましたので、今回は速報まとめニュース動画的にお届けしてまいります。この動画をご覧いただくことで、ニュースは見たけど富士ってどんなウイスキーなのとか、今回のボトルってどうなのという方にもググッとまとめた内容としてよりお分かりいただけると思いますし、富士の魅力をお伝えできればと思います。皆さん、すでにニュースの方はご覧になりましたでしょうか。静岡県にあるあのキリンウイスキーの富士御殿場蒸留所が稼働を始めた1973年から50周年という節目を迎えるにあたりまして、特別なウイスキーが登場することとなりました。知らなかったとか、ちらっとタイトルくらいは見たという方もググッとまとめてお話ししていきますので、参考になりましたら嬉しいです。今回の主役はこちら。さて、今回の主役はこちらのブランド、キリンウイスキーの富士でございます。2020年から登場しているウイスキーでして、最初はこのシングルグレーンウイスキーの富士、そして昨年にはシングルブレンデッドジャパニーズウイスキーの富士が登場いたしました。この富士ブランドから製造元の富士御殿場蒸留所が50周年という大きな節目で、今回新たなウイスキーが2つ発表されております。それがシングルモルトジャパニーズウイスキー富士と、そしてそのシングルモルトジャパニーズウイスキー富士の50周年限定エディションでございます。いやー、ついにやってきましたね。ここからはこの富士の新しく発表されたウイスキーを含めまして、富士ブランドのおさらいをしながらそれぞれ特徴を紹介していきたいと思います。この富士ブランド、2020年に登場してから今までも3つのタイプのウイスキーというのが出てきました。それが先ほど紹介したシングルグレーンウイスキー、モルトウイスキーと混ぜ合わせることで味わいのベースを作っていくような穏やかな味わいを持つ酒質のグレーンウイスキーと、そしてそのモルトウイスキー、グレーンウイスキーを富士御殿場蒸留所で作ってそれぞれを組み合わせたシングルブレンデッドジャパニーズの富士、さらにそのシングルブレンデッド富士から2022年マスターピースという超贅沢なボトルも登場しています。なんとこのマスターピース1本あたり54,780円という超プレミアムなウイスキーながら、毎回ウイスキーのイベントの際には大出血サービスで無料提供がされてるんですよね。無料試飲提供で実際飲んだ方はもう鼻血を垂らした方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。私もその一人です。まずこの富士というウイスキー3種類それぞれ飲みましたでしょうか。この富士に関しては富士の麓で育まれた富士御殿場蒸留所の原種たちというのが、まさにこの富士の空間で過ごした時間のテロワールを持って生まれた代表的なウイスキーたちです。富士の伏流水、作りのこだわり、さらに熟成した時間、すべてが富士になくてはならないエッセンスとなってるんですね。その代表的なこの富士ブランドから今回2つのウイスキーが登場するということで、早速紹介していきましょう。それが1つ目、通年販売でついにシングルモルトの富士が登場いたします。最初はグレーン、そして次にブレンデッドときまして、いよいよねこのシングルモルトが登場するんですね。うおーと思わずちょっとテンション上がって期待大でございます。発売日は2023年5月の16日火曜日です。皆さんカレンダーにメモは OK ですか？5月16日火曜日です。しかも今回これ通年販売なんですね。お値段としましてはキリンさんの専用ネット販売のドリンクスの価格では税込み6600円、さらにアルコール度数 46% という形で発表されております。昨今のウイスキーブームを鑑みますと、日本のシングルモルトとしては割と良心的だなと思いますし、しかもこのね通年販売ということで、仮に流通量も安定して買えるのであればかなりいいんじゃないかなと思いました。他のいろんなジャパニーズシングルモルトと相対的に見ますと、通年しかもこの価格はありがたいですよね。キリンウイスキーの歴史としましては、1972年に合弁会社のキリンシーグラム社が立ち上がりまして、その翌年1973年よりウイスキー作りがこの富士御殿場蒸留所で始まっております。その一つの集大成でもあり、今勢いを伸ばしているのがこの富士ブランドなんですね。当然品数やラインナップが増えたことも起因してそうではありますけれども、2020年からおよそ10倍まで販売実績が伸長しているということですし、これからもさらにいろんなラインナップが増えていけばいいなと期待しております。そして今回のシングルモルト富士に関しましては、単一蒸留所のこのシングルディステラリーのシングルというだけではなくて、ジャパニーズウイスキーの基準に準拠したシングルモルトジャパニーズウイスキーとして、
富士ブランドにおける初の定番シングルモルトが出るんです。またこちら特徴に関しましては、果実味あふれる芳醇な味わいで、味わうたびに富士の美しさを感じるといったコメントもありました。この富士ブランドって総じてマスターブレンダーの田中城太氏がケンタッキーバーボンのホアローゼズを深く愛しているっていうところもあると思うんですけども、やっぱりこの華やかなバーボンのように香りや味わいに厚みがあって、クリーンでそしてエステリーな香りや味わいのものが多いんですよね。特にこちらの最初に出ましたシングルグレーンの富士に関しましては、初めて飲んだ時にかなりバーボン的な要素がしっかりとありながらも、日本のウイスキーとしての柔らかさがあって、これは面白いなと思いましたね。そして次に登場した2022年のこのブレンデッドの富士に関しては、私とても好みにあってですね、桃のシロップ漬けやバニラ、アプリコットのドライフルーツのような深い甘みがあって、ストレートも好みでしたね。そして今回はシングルモルトがいよいよ登場ということで、先日の今年期待のウイスキー動画っていうのを上げた中でも、この富士御殿場蒸留所の50周年にも触れてきたんですが、まさかまさか今年にシングルモルトが出るとはということで期待大でございます。一部酒屋さんではこのシングルモルトの方はネット予約が始まっておりましたので、ご自身でもチェックしてみてください。もちろん届き次第単品レビューや富士ブランドの飲み比べもできたらと思っております。そして2つ目のニュース&サプライズというのが、富士御殿場蒸留所稼働から50周年の記念といたしまして、シングルモルトジャパニーズウイスキー富士 50th Anniversary Edition、 こちらが登場いたします。50周年記念ボトルですよ。しかも50年クラスの原酒だけで瓶詰めとなりますと、超高額で本数も限られてしまいますけれども、今回はその各年代の原酒をそれぞれブレンドしていますので、本数も3000本でございます。なんとか手に入りそうな入らなそうな、でも100万円超えのジャパニーズよりは手に入りそうな気がしなくもないですね。というのも今回は蒸留開始年である1973年蒸留、その70年代の貴重な原酒をはじめとしまして、80年代、90年代、2000年代、2010年代の各年代における厳選された原酒を使用しております。今回のコメントといたしましては、貴重な長期熟成ならではの深い熟成香や、これまで大切にしてきた繊細なモルトの味わいに加えまして、磨き上げてきたフルーティーさがあふれる新たなモルトの香味が見事に調和するシングルモルトウイスキーといったコメントが残されております。いやー、だいぶね、概念的な紹介ではありますけど、この文章だけでちょっとワクワクしますね。そして気になる価格なんですが、今回この50周年記念ボトル21,780円税込みでございます。アルコール度数は 52% 仮となっていまして、これは樽出し原酒のカスクストレングスで出す予定ということなんですね。この値段いかがでしょうか。パッと聞いた時にはうわ高いなと思われるかもしれませんが、最近ノンエイジの新興ジャパニーズがこれくらいまで高騰したりとか、最初からかなりねプレミアムなお値段になっているところを踏まえますと、相対的に考えるとかなりありだなと思います。特に70年代の蒸留初期の原酒っていうのが含まれた熟成感、これを2万円台で味わえるんだったら、むしろ値段と中身で考えた時にはすごくいいなと思いました。皆さんはどう感じましたでしょうか。もちろんね、安くはないんですけどね。ただ50周年の節目という年で、今後の出会いは限られてくるとなりますと、この機会は見逃せないんじゃないかなと思います。一口でも味わえたら大満足ですよね。私ももし今目の前にそのボトルがあって、お一人一本まで買えますよと言われたら買ってしまうかもしれません。そもそもこの富士ブランドですとか富士36といったウイスキーをはじめとしまして、香りはクリーンで、そしてエステリー、さらに果実や華やかな香りがある中でも、バーボンソーダとかバーボンの華やかな香りが好きって方には、いずれもねとても刺さるウイスキーなんじゃないかなと思うんですよね。ですので今回5月のシングルモルトが出るにあたりまして、まずはねグレーンとブレンデッド飲んでないという方は試していただいて、5月に向けて予習しておくのもいいかもしれないですね。特に4月5月もウイスキーのイベントありますんで、もしそこでキリンさんが出店されていたら、マスターピースをねちょっと味わっていくっていうのもすごくいい機会なんじゃないかなと思います。それでは最後に、じゃあどこで買えるのっていうところをお答えしていきますと、ニュースリリースの段階で発表されているのはシングルモルトの通年販売の方に関しては全国、そしてキリンさんのこの販売サイトのドリンクスでも取り扱いになるということでした。また50周年記念のアニバーサリーエディションに関しましては、富士御殿場蒸留所の売店、もしくはこのキリンさんの販売ドリンクスということでしたので、よかったらぜひチェックしてみてください。まずはシングルモルトが5月16日、そして1週間遅れて23日に 50th アニバーサリーモデルが登場いたします。いやー、ほんとね楽しみですね。ここまで聞いていただいていかがでしたでしょうか。感想や率直なご意見などぜひコメント欄にどしどしお寄せください。また参考になりましたらグッドボタン、それからチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いいたします。では最後にこちらの富士を美味しくいただいていきたいと思います。このね新しいリリース情報に期待とワクワク感を膨らませながら、一緒にグラス準備して乾杯していきましょう。
それではいよいよ完成いたしましたシングルブレンデッドジャパニーズ富士、こちらの贅沢ハイボール飲んでいきたいと思います。それでは皆さん今日も一日お疲れ様です。乾杯。ではちょっと久しぶりにいただきます。はあ、いいですね。本当このバーボンをソーダ割りにした時に立ち上がるような甘いバニラ香と、このね華やかな香りがいいですね。少しオレンジピールのような香りですとか、確かにアンズのような甘い香りも見えてきますね。わあ、このオレンジ系のフルーツ感っていうのが中心に見えてくるような、爽やかなんですけど、なんだかこう温かみがあって華やかでいいですね。いただきます。はあ、おいしい。これはおいしいですね。本当にね、贅沢なハイボールにはなりますけれども、うん、この口に含んだ時のソーダでね薄まるとか味がこう弱くなるという感じではなくて、すごく存在感があるんですよね。口に含んだ時には少しこうバナナチップとかね、このバナナみたいな柔らかな甘さが見えるのと、この心地よくクリーンな香りが本当になんていうかこう爽やかなんですけど、その中にこうちゃんと甘みが残っていて美味しいですね。すごくジューシーで甘みが詰まったハイボールという感じがします。ちょっと飲んでみましょう。はあ、美味しい。これがバーボン本体でハイボールにした時って、もっともっとこの樽の香りだったりとか、少しビターさが出るものだったりスパイシーさが出るものとかありますけど、そういうビターとかスパイシーさっていうのはなくて、やっぱりこの日本で作ったウイスキーならではの柔らかさっていうのがあるんですよね。なのでこのねブレンデッドの富士、もしくはグレーンの富士、まだ飲んでないという方いらっしゃったら、もしくはイベントでまだこのマスターピース飲んでないという方いらっしゃったらですね、バーであったりとか飲食店さんなどでも味わっていただければと思います。5月はね特にこの富士にとっても大きな月となりますし、今年が特にビッグイヤーですからね、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。このように私のチャンネルでは家飲みの楽しみ方、美味しいハイボールの作り方、テーマ予算別ウイスキーまとめ紹介といった動画数々上げております。他にも関連するおすすめ動画ですとか概要欄にまとめてありますし、このシングルブレンデッドの富士の飲み比べ動画だったりとかも上げておりますんで、概要欄コメント欄からご覧ください。他にも配信の最新情報をお伝えするツイッターですとか、テイスティングコメント載せているインスタグラム、さらには音声配信のボイシーでコラム的にお楽しみいただけるものを様々配信しております。他にも動画内で登場したオリジナルコルクコースターですとか、こういったサーモタンブラーをはじめとしまして、家飲みグッズセルジオウイスキー商店で取り扱っております。そしてメンバーシップもまだまだ募集中でございます。メンバーさん限定のライブだったり限定動画、それからメンバーさん限定のプレゼント企画っていうのもやったりしてますんで、ぜひね概要欄コメント欄から遊びに来てください。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。今日も良い家飲みライフを。またね。強敵だな。いやー、最後のねちょっと番外編、ちょっと久しぶりにやっていこうと思うんですけど、昔ねこんなのが売られてたんですよね。富士御殿場蒸留所の原酒っていうのがあってですね、これがシングルカスクウイスキーということで、カスクナンバー M000796、 蒸留年が2001年、ボトリングが2011年っていうね10年タイプの原酒も出てました。これ先日の確かジャパニーズフェスかなんかで、この出展されてるブースの中でこれのね違うタイプの原酒が出てたんですよね。これも蒸留所に行った時の限定で買えたんですけれども、その時に山のようにこういう原酒が売られていた時っていうのもありましたんで、蒸留所限定販売のウイスキーとかも見逃せないと思いますし、今回この機会でまだ富士御殿場行ったことないっていう方は、この5月とかを狙ってですね行くっていうのもいいんじゃないかなと思いますし、どこかこう暖かくなってきたシーンとかに富士の爽やかな空気と、そして富士御殿場のこの蒸留所のウイスキーを味わう、そんな企画を立てるのもいいんじゃないかなと思います。
ということで紹介してきましたけども、富士御殿場行ったよとかね、最近行ったっていう方いらっしゃれば同じくコメント欄に書いていってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time。 またね。よろしくお願いします。